最近愚痴が叶うっていうの続いたじゃないですかまあまあね立て続けに下北穴駅が完成したり、うん、最寄りの自販機が復活したり、うんうん、グリコのマイルドカフェオーレの穴が復活したりねあまあねそういうのあったじゃないですか<ー>またまた起きつつあるわ起きつつある何あの鎌倉あのー、鎌倉 スイカのチャージの鎌倉式みたいなやつあったでしょあ<ー>あのどういう意味なんだよってなんか置くタイプのチャージの釣りが出てくるとこみていなやつだろそうそうそう,そ,うそこにスイカを置いて、うん、チャージ何の意味があるんだよっていうカバンを置くほど広くはないし置いてる間不安だしみたいな長財布も入らない長財布も入るほどでもないしみたいな、うん、あるねあれがやっぱなくなってきつつあるなあ、そう感覚 <laughs> <え>少なくとも,もうメトロはもう全くあれ、メトロあったっけこれ小田急で見て、小田急、それから乗ってないんだよな。いや、でも JR とかも一応あるけど、うん、まあ増えてはない、少なくとも、そんな、あ,のあればっかりになってないでしょ。あればっかりには乗ってないだってあれを使ってないでしょ、全然。減ってきてるんだよ、絶対に。で、メトロとか新しい券売機になってるとこ見たけど、うん、あの旧吸い込む式というか。 入れる式入れる式の新しいやつだったもんああそうだからもう多分もうやんないんだストップかかったんじゃないストップかかったんじゃないやっぱ意味なさすぎて技術者の英語だよなあれな意味ないもんだってあれ当に。あに自販機もそうじゃけどなそう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 そあそうタッチパネルの自販機もそうやなくあれこそ元祖かなったやつだからなあれもなくなるっていうか増えてはないもんなそう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 いやなくなったんじゃない結構駅で見ないよもうあんまりうっとうしい天気予報とか出てくるやつうんよなったマジでどんどんだよ そうなんだよ、そのシリーズ、技術者シリーズなのか、だって駅のあの鎌倉式、鎌倉式って勝手にこっちが呼んでるだけですけど、置くタイプ、マジで意味ないですからね、意味ない意味ない、あれは意味ない。結局、スイカ出しておくんなら、飲み込んでくれた方がいいし、かばん、ガん置いてチャージできるんけどなそういうわけでもないですからね、やっぱりなくなってくるんじゃないなんか増えて、だって増えてはないでしょ、全部これになったってことは全くないしね。 多分もうこれから新しいやつは追加式になるんじゃないかないあそういやそうなるよすごいなだったらそうだろ見てんだよ見てはないと思うけど JR の人もじゃあええー、とこついとんだろうなお前がないやじゃあ、そうじゃないもう全部持って言ってった方が良かったななんかいやいやだけ別にええー、とこついとんだってお前がうん、だからそのなんていうの なんか金にできそうだけどなそういういこと <laughs> <laughs> 金くれよ金にできそうだよな,なんか,なんか結構だって言ってきてるわけですからね<ー>それでだいぶなってるわけでしょまあ是正の方じゃけどなでもこれが発明に転じた時にやっぱ強いよな金にななるよなまあななんか発明づらいのに。 発明とはまたそこの発想とは違うからな。違うんだよな、ね。結局悪口言うだけだからな <laughs>、うん。もう <laughs> 口なんだもん。僕言うだけだけどな。うん、でも、やっぱり違うものは違うとうこうされてきてるわけですから。んどんどん変わってくるんじゃない。なんか、ええの見つければええのにな。だって、ここで出てる、その発明の方の話だったら。 なんかスマホがラーメンを送ってくれるとかわけわかんないああいうあになってくるけんなもうわけわかんないやつしかないですからね、うん、あんなんノーベル賞まで行ってしまうもんなそこまで行ったあと花粉症を治す治ったとかそういうのなんか、うん、バリアなバリアとかになるからもう、うん、いやそれよりはでもまあこういうちょっとずつ、うん、で本当にやっぱ合ってたんだっていう自信にはな,なまあまあ合ってたよねうんだってあれは本当にいらなかったですから、うん、いい文句でしたよ うん、愚痴って言ってくれ、せめて、その、うんうん、愚痴出しでやってんだから、いい愚痴でした、本当にね、<laughs> いい愚痴があるか分かんないけど、やっぱみんな思ってたんでしょうね、うん、やっぱりクレーム言うやつもおったんだろうな、うん、そうそうそう,そう、やっぱ、淘汰されてくんですよ、そういうものはね、あと、だからな、まあ、そうだな、こっからいろいろ愚痴って言って、そういうことがあるかもな、うん、どんどん消えてく消えてくもんとか、うん、見直したら、もう結構言ってるわけですから、うん、変わるんじゃない、その辺も。 もうちょっとしたら,だからあのコンビニのコーヒーもポタって落ちるのもなくなるかもしれないしあなんかつくかもな、先っちょになんか,、ね、なんかそういうふうになるかもしれないしねーローソンもあの手で出さないようになるかもしれな, <laughs> な,な,ないしあれ,もやっぱ、ね、あれは絶対文句出とるけどな、絶対にまあ近々じゃない、<ー>もうおそらくローソンの人も見てるでしょうあれ,あれもプライドでやっとるもんな、意地パターンとエゴパターンあるからな。 とやそれもあるしなそれやっぱ大変な機械奥に置いちゃったしなっていう <laughs> それはでかいよローソンに置いて機械奥に置いちゃったしなはまあでかいだろうな,のな,な<あ>しかもそのみんなが使える感じの機械じゃないしなもあるだろうからな、うん、ちょっとむずいしな <laughs> 研修いるしなっていうやつだろあれ、ね、多分 <laughs> そうなったらまあむずいだろうな、うん、でもどんどんやっぱなって鎌倉式がなくなったんでなくなりつつあるとか増えてはないなな見てないもん 少なくとも使ってたぶ、うん多分まあ火ぬたに前説行った時見たのが最後だもんあそうそんなに JR とか結構ありますよある、うん。あそう荻窪とかまだあったなあそうなのうんでもやっぱ阿佐ヶ谷ないけんな阿佐ヶ谷もあるんじゃないないなかった、うん、あじゃあないのかな じゃどどんんもうなくなる荻窪もなくなるかもなななくるかも利点がだってないんだもんピー、今動かさないでくださいって、あれが一番嫌ですから、赤色に光ってな、動か、動いたらどうすんだよっていう不安、怖いよな、怖い、風とか吹いたりしたら、外だし、外は外じゃけない、外は外ですから、ピーって飛んで、千円いただきましたみたいになったら、それはならんと思うんだじゃあ、どうなるんだよ、動いたら、もう一回置いてくださいってなるんや、それか、ピピピピって千円出てくるか。 いやう怖いだろう一回撮ってみようかな俺やりよる途中にで本とにどうなるか分かんないでしょ、うん、動いたらもし動いたら撮ってみるわ俺どうする信じられないでかい音とか鳴ってそのなんか恥ずいやつや <laughs> <laughs> それはそれできついなだから分かんないだからその恐怖があるんでねあれは本当によくなかったと思うんで多分ん今後減っていくと僕は踏んでます 飲み込む式、そこじゃないから、だって、便利になってほしいの、うん、そこじゃない、全然だから、新しいメトロの機械は、画面もクリアに見えて、なんか押しやすくて、とかにはなってました、それでいいもんね、それでいいですから、そうしてほしいですね。平日日毎口を更新していますウストランドの